何の用か。予言があったのだ。かつて俺は宇宙中を荒らし回っていた。しかし俺は強すぎた。やがて歯向かう者は誰一人としていなくなり、俺は退屈という名の苦痛を味わう羽目になった。もう20年も前のことだ。ここまで来るのにどれほどの時間を要したか。手下どもはあの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが、今確信した。さあ俺のせいに刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。バカかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて OL でも考えねえぞ。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。